奈良原正吾は日本の海軍軍人。最終階級は海軍少将。1898年3月、高知県高知市水通り町で奈良原滝地の息子として生まれた。1915年、県立第一中学校卒を経て、1920年7月、海軍兵学校を卒業。翌年6月に海軍少尉任官。その後、海軍水雷学校。 海軍法術学校、海軍潜水学校の核普通科を卒業した。1923年12月、第22潜水艦乗組となる。以後、潜水艦乗務が続き、1931年12月、ロゴ第27潜水艦長に就任。1933年11月、海軍少佐に昇進し、 1934年3月から7月まで潜水学校講習学生として学んだ。1934年7月、ロゴ第27潜水艦長に復帰し、駆逐艦、朝風、歩風の各艦長、以後第54潜水艦、以後第71潜水艦の各艦長、駆逐艦、航風艦長などを歴任。1938年11月、 海軍中佐に進級。同年12月、以後第57潜水艦艦長となり、以後第58潜水艦、以後第6潜水艦の各艦長、以後第19潜水艦偽装委員長、艦長を歴任し、太平洋戦争を迎えた。真珠湾攻撃において第一航空艦隊の紹介隊を務める。1 9 4二年七月、横須賀鎮守二日となり、 同月、第6潜水隊司令に着任し、1943年5月、海軍大佐に昇進。以後、第33潜水隊司令、第34潜水隊司令、第12潜水隊司令、第7潜水隊司令等を歴任。1944年7月、内南洋方面で上官、以後第5潜水艦が戦没。戦死と同時に、海軍少将に特進した。 ありがとうございます。